皆さんこんにちは。今日はここ横浜スタジアムから横浜ベイスターズ対東北楽天ゴールデンイーグルス交流戦第4回戦の模様を実況堂前秀夫でお届けしてまいります。ベイスターズの先発はサウスポーのランドルフ、対するイーグルスの先発は浅井となっています。さあ間もなくプレイボールとなります。さあ注目の立ち上がり、イーグルスの攻撃、先頭バッターは聖澤、現在14試合連続安打を記録しています。レフトへのフライになった、落下点に入った、掴みました。聖澤初球打ちはレフトフライに終わりました。バッターは2番内村、第9投げた、ストライク、膝元厳しいボール、初球まずは入れてきました。第2球投げた、ストライク、アウトローへ、バッター追い込まれました。第3球投げました、見送ってボール、これはわずかに低いか。投げました、打った、引っ張った、ファール、投げました、空振り三振、バッターは3番草野。第9投げました、打った、痛烈な当たり、ライナー、これはヒットになります。ライトの右横、ボールが転がっている、草野二塁を狙う、草野ライトオーバーのツーベースヒット、2アウトランナー2塁となりまして、山崎、ここは内野陣が深めの守備位置に変わっています。インサイドストライク、まずは初球決めてきました。さあ2球目打った、これは強烈ヒット、打球は左中間に転がっている、草野一気にホームイン、イーグルスまずは初回先制、山崎タイムリーツーベース。さあ2アウトランナー2塁という場面で中村、あっと打った、センターへ大きな当たり、フェンス直撃、山崎一気にホームイン、イーグルスさらに1点追加、中村フェンスダイレクトのタイムリーツーベース。バッターは6番牧田、投げた、高め、直球外れてボール、ボールカウント1ボール、投げた、インコース詰まらせた、バックネット方向、ファール、投げた、打った、取りました。1回の表が終わって2対0イーグルス先制点を挙げています。これからベイスターズの攻撃に入ります。先頭バッター下園、投げた、スライダー決まってストライク、第2球投げた、打ちました、ヒット、ボールは中継、バッターは2番石川、投げた、アウトコース高めいっぱい、ストライク、初球まずは入れてきました。一塁牽制、セーフ。さあ次の投球です。打った、さあゲッツーになるか、6、4、3、セーフ、ダブルプレーはなりません。右バッターボックスは3番内川、第1球投げました、ストレート決まってワンストライク、アウトコース高めいっぱい、第2球投げました、直球はストライク、インハイへ軽く追い込んでまいりました。さあ3球目、ストライク、空振り三振、バッターは4番村田、一塁ランナー走った、投球ストライク、キャッチャー二塁へ送球、これは楽々セーフ、盗塁成功です。投げました、あっと打った、聖澤は前に出る、落下点に入った、掴みました、二塁ランナー石川、残塁に終わりました。1回が終了しまして2対0イーグルス、2点リードは変わりません。これからイーグルスの攻撃に入ります。先頭バッターは7番中谷、インコース低めストライク、投げました、外角チェンジアップ外れてボール、投げました、スライダーはストライク、ツーストライクワンボール、第4球投げた、変化球打ち上げてしまいました、これはどうだ、追いつけるか、スレッジ前に出る、二塁へ送る、イーグルス先頭バッターが出ました。バッターは8番高須、投げた、インサイドストライク、ワンストライク、一塁牽制球を送ります、セーフ、
さあ2球目、アウトコース低めいっぱいストライク。ランドルフ、まずは簡単に追い込んでいます。セーフ、一塁へ牽制球を送ります。打ちました、ファールフライになりました。ファールボール、投げた、ストレート打った、ヒットになります。中谷、三塁を狙う、中谷、三塁でストップ。さあこれでノーアウトランナーは一塁三塁、バッターはピッチャーの浅井。アットバントだ、ランナーそれぞれ自分の塁に戻ります。アウト。打順は1番に戻って井尻沢、現在14試合連続安打を記録しています。外、直球決まってストライク。第2球、投げた、真ん中ストライク、バッター追い込まれました。投げました、低め、判定はボール。ボールカウント2ストライク1ボール。投げました、アウトコース、わずかに外れてボール。投げました、三振。2回の表が終わって2対0イーグルス、この回0点に終わっています。これからベイスターズの攻撃に入ります。先頭バッターは5番スレッジ。投げました、ストライク、アウトローへ。まずは初球決めてきました。さあ次の投球です。打った、またセンターフライになった。いじりさは落下点に入った、取ってアウト、ワンアウト。バッターは6番カスティーヨ。第9、投げました、アウトコース高めストライク。初球まずは入れてきました。さあ次の投球です。ストライク、アウトローへ。さあ追い込まれました、投げました、ストレート打ちました。サードボールを取る、一塁へ、アウト。バッターは7番吉村。第9、投げた、打ちました、一塁送球、アウト。これで3アウト。最後は内野ゴロに倒れました。2回が終了しまして2対0イーグルス、2点リードは変わりません。イーグルス、この回は上位打線から始まります。先頭バッターは2番内村。今日の第1打席はスイングアウト、低めギリギリいっぱい、ストライク。初球ストライクから、投げた、直球打った、ライトへのファールフライ、切れていきます、ファール。第3球、投げた、直球ボール、投げた、直球打ちました、ショート取って一塁へ送る、アウト、ワンアウトです。先ほどツーベースを放っている草野。さあ1球目、スライダー、ストライク、投げた、インコースのボール左へ、アウト。第3球、投げました、バット打ち上げた、カスティーヨ、落下点に入った、取りました、草野、セカンドフライに倒れました。右バッターボックスは4番山崎、今日2打席目。投げました、まっすぐ決まった、ストライク、低めいっぱい、投げました、インコース詰まった、掴みました。最後はファーストライナーに倒れました。3回の表が終わって2対0イーグルス、スコアボードに0が入ります。3回の裏、2点を追いかけますベイスターズの攻撃。この回の先頭バッターは橋本。インサイド低め見送ってストライク。まずは初球決めてきました。1球目ストライクから、第2球投げました、カーブ決まった、ストライク。浅井追い込んでいます。投球3球目、あっと打った、セカンド正面、一塁アウト、ワンアウト。バッターはピッチャーのランドルフ。第9、投げました、直球決まってストライク、胸元をつきました。第2球、投げた、スライダー決まってストライク、バッター追い込まれました。投球3球目、打った、山崎ボールを取り、そのままベースに入ってアウト。打順トップに帰って下園、これが2打席目になります。投げた、アウトサイド、判定はボール、ワンボール。投げた、カーブ決まってストライク。第3球、投げた、スライダーはストライク。
投げた。外角高めいっぱい、見逃し三振、スリーアウトチェンジ。横浜ベイスターズ対東北楽天ゴールデンイーグルス4回戦は序盤終了しまして2対0、イーグルス2点リードは変わりません。投げた、ストレート決まってワンストライク、膝元をつきました。第2球投げました、打ち上げた、セカンド落下点、掴んでワンアウトになります。右バッターボックスは6番牧田、第1打席はセンターフライに倒れています。直球ストライク、ワンストライク、投げました、バット打席、落下点に入った、ファールグラウンド、ボールを掴みました。牧田ファールフライに倒れました。バッターは7番中谷、今日2打席目、インコース低めストライク、ワンストライク、投げました、スライダーはストライク、インコースへ、バッター追い込まれました。さあ3球目、内角低め、判定はボール。第4球投げました、打ちました、左中間抜かれた、打球は左中間に転がっている、中谷二塁を狙う、中谷ツーベースヒットを放ちました。先ほどヒットを放っている高須、これは当たってくれません、ストライク。歩かせます、バッターはピッチャーの浅井、投げた、低めいっぱいストライク、ワンストライク、投げた、インコース低めストライク、投げた、ストレートはボール、わずかに内側。第4球投げた、あっと打った、カスティーヨ掴んだ、二塁フォースアウト、ランナー一塁二塁残塁。4回の表が終わって2対0、イーグルス無得点で終了です。ベイスターズ、この回は2番からの高打順です。先頭バッターは2番石川、最初のバッターボックスはショートゴロに倒れています。カーブはストライク、さあ2球目、カーブ打ちました、ファール。第3球投げた、打った、ピッチャー返し、センターへのヒット、バッターは3番内川、第1打席はスイングアウトの三振に倒れています。ボール、胸元際どいところ、投げました、スライダーボール、内川よく選んでいます。一塁ランナー二塁を狙う、ストライクになった、盗塁成功、投げました、かぶった、二遊間抜けた、ヒット。そして迎えるバッター村田、第1打席はセンターフライに倒れています。投げました、ストライク、アウトローへ、初球まずは入れてきました、一塁へ牽制球を送ります、セーフ。さあ次の投球です、まっすぐ決まった、ストライク、もう追い込んでいます。投げました、空振り三振、村田三球三振、これでワンアウト、ランナーは一塁三塁変わりません。ここで迎える、打球はセンター浅いところ、フラフラっと上がった、あーっと落とした、バックホーム、ベイスターズ1点返しました。記録はセンターのエラー、センターのエラーです。ワンアウトランナー1塁2塁に変わります。ランナー2人を、ファールグラウンドで取りました。ランナー2人を置いて迎えるバッターは吉村、最初のバッターボックスはピッチャーゴロに倒れています。打ちました、一塁線フェアだ、内川一気にホームへ、三塁送球、ベイスターズ同点、三塁セーフ、吉村ライト線へのタイムリーヒット。そしてバッターは橋本、一打勝ち越しのチャンス、ストレートはボール、まずは外、第2球投げた、直球決まってストライク、第3球投げた、ストレートはストライク、外へ、ツーストライクワンボール、第4球投げた、あっと打った、打球はレフト浅いところ、
牧田、落下点に入った、取りました。4回の裏が終わりまして2対2ベイスターズ、この回2点返して同点としています。イーグルス、この回1番からの高打順、左バッターボックスはトップバッターの聖沢、現在首位打者争いの2位につけています。投げた、流し打ち、どうだ、オランダダイレクトでボールを掴んでアウト、ワンアウト、聖沢サードライナーに終わりました。第9位、投げました、チェンジアップ見送ってストライク、投げました、強振空振り、ツーストライク。第3球投げました、打った、ファウル、後ろへ転がりました。第4球投げました、ボール、アウトサイドわずかに外れた、ツーストライクワンボールです。チェンジアップ見送ってボール、内村よく見ています。カウント2エンド2、投げました、インサイド、判定はボール、2ストライク3ボール。フルカウントになって第7球投げた、インコース引っ張った、レフトファールフライ、ファールボール。次が8球目、投げた、打った、バッターは3番草野、今日3打席目。第9投げた、ストレート見送ってストライク。第2球投げた、打ちました、ピッチャー抜けた、ショートバックアップ、草野内野安打、ツーアウトランナー一塁となりまして、山崎。第9投げた、直球ボール、まずはアウトコース、さあ次の投球です、打ちました、切れていきます、ファール、一塁牽制、セーフ。第3球投げた、インコース引っ張った、切れていきます、ファール、投げました、あっと打ち上げてしまった、フラフラっと上がった、ファースト落下点、掴みました。結局一塁残塁で終了です。5回の表が終わって2対2、現在同点です。ベイスターズ、この回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターはピッチャーランドルフ、直球はストライク、まずは膝元。第2球投げました、ボール、スライダー外れました、インコース際どいところ、投げました、インローを打ちました、中村ボールを掴んだ、一塁アウト、ワンアウトです。今日ヒットを放っている下園。第9投げました、あっと打った、セカンド取って一塁送球アウト、先ほどヒットを放っている石川。第9投げました、アウトコース高めストライク、まずは初球決めてきました。初球ストライクから投げた、外角低めいっぱいストライク、投げた、打った、ファウル、打球は後方へ、投げた、打って、これは平凡な当たり、ファウルボール。さあ投球5球目、打った、これはヒットになります。バッターは3番内川、これが3打席目になります。第9投げた、外際どいボール、一塁牽制、セーフ。第2球投げた、アウトコース低めいっぱいストライク、ワンストライクワンボールです。第3球投げた、ストレート打った、ヒット。内川、これで打率を3割2分4厘としています。さあここがターニングポイントとなりそうです。2アウトランナー1塁2塁となりまして、村田一打勝ち越しの場面を迎えています。第2球投げました、スライダー外れてボール、村田集中しています。投げました、スライダーストライク、ワンストライクツーボール。投げました、打ちました、後方へ飛んでいきます、ファールボール。投げました、打った、ファウル、打球は後方へ。第6球投げました、打ち上げてしまった、ファール、投げた、流し打ち、セカンドボールを掴んだ、アウト、スリーアウトです。浅井、見事に流れを断ち切りました。さあ試合終了まで何が起こるか分かりません。
ゲームはこれから後半6回に入ります。今日ツーベースを打っている中村、初球打ち、伸びる、まだ伸びる、まだ伸びている、レフトセンター見送った、ホームラン、第10号ソロホームラン、左中間スタンドに叩き込んだ、ランドルフがっくりうなだれた。バッターは6番牧田、今日3打席目。第9投げた、チェンジアップ空振り、チェンジアップに全くタイミング合いません。さあ2球目、引っ張った、フェア、レフト線転がっていった、牧田二塁を狙う、牧田レフト線ツーベースを放ちました。先ほどツーベースを放っている中谷、高い球打った、ライナー三遊間抜ける、ボールは中継、中谷これで3安打猛打賞。ランドルフマウンドを降りまして、真田今日2人目のピッチャーとして登板です。バッターは8番高須、これが3打席目になります。第9投げた、シュート見送ってストライク、投げた、打ちました、石川ダイレクトでボールを掴んでアウト、ワンアウト、これでワンアウト、ランナーは一塁三塁変わりません。ここでバッターは浅井、おっとバントしました、一塁へ送る、アウト、バッターはトップに帰って肘里沢、現在首位打者争いの2位につけています。アウトコース高め、シュート決まってストライク。さあ次の投球です、これは打ち上げてしまった、ライアフライ、余裕があります、取りました。6回の表が終わって3対2、イーグルス1点勝ち越しです。6回の裏1点を追いかけますベイスターズの攻撃、先頭バッターは5番スレッジ、今日3打席目、カーブ決まった、ストライク、投げました、あっと打った、三遊間、一塁へ、アウト、ワンアウト、バッターは6番カスティーヨ、投げました、インコース低めストライク、初球まずは入れてきました。さあ2球目、打ちました、一塁送球、アウト、バッターは7番吉村、これが3打席目になります。投げました、カーブ見送ってストライク、初球ストライクから第2球、投げました、インコース低めストライク、さあ追い込まれました、投げました、アウトサイドボール、ツーストライクワンボール、第4球投げました、打った、ヒット、ボールは中継、バッターは8番橋本、ランナー走った、これはストライク、これは悠々セーフ、盗塁成功です。第2球投げた、真ん中ストライク、ボールカウント2ストライク、投げた、北本空振り三振、横浜ベイスターズ対東北楽天ゴールデンイーグルス、4回戦は6回までが終了しまして、3対2イーグルス、1点リードは変わりません。ゲームはいよいよ終盤戦に突入します。先頭バッターは2番内村、今度は左バッターボックス、アウトコース高めストライク、さあ2ストライクと追い込んだ、投げた、ボール、内角低めの変化球、投球4球目、打った、ワンバウンド掴んだ、一塁キャンバス踏んでアウト、内村今日ここまで4打数ノーヒットです。第9投げた、外角際どい球、ボール、ワンボール、投げました、インコース低めストライク、ボール、シュート外れました、ワンストライクツーボール、バッティングカウント、ストライク決まった。第5球投げました、いいハイ打ちました、打球は左中間に上がっている、打球は左中間に転がっている、草野二塁を狙う、草野左中間深々と破っていきました。そしてバッターボックスは山崎、投げました、アウトコース、わずかに外れてボール、ノーストライクワンボールです。
ストライク、アウトコース厳しい球。第3球投げました、打った、引っ張った、切れていきます、ファール。第4球投げた、打ちました、石川取った、一塁送球アウト。先ほどホームランを放った中村、第1球投げた、アウトコース、ストレート外れてボール。第2球投げた、スライダー外れました、これも外に外れました。投球3球目、インサイドストライク、投げた、まっすぐ決まった、ストライク。さあ5球目、高め際どい球ボール、2ストライク3ボール。投げた、内角低め打った、右中間へのヒット、打球は右中間に転がっている、草野一気にホームへ、イングルス、さらに1点追加、中村タイムリーツーベースヒット。マウンド上は江尻、今シーズン26試合目の登板。ピッチャー真田、代わりまして江尻。右バッターボックスは6番牧田、ここまで1安打、投げた、ボール、インサイドわずかに外れた、ノーストライクワンボールです。投げました、打ちました、ショート正面、一塁へ、アウト、スリーアウトになりました。7回の表が終わって4対2イーグルス、貴重な1点を追加しています。マウンド上ピッチャーはアニメ、今シーズン16試合目の登板、ここまでの防御率は 1.47、 ピンチヒッターは佐伯、代打は佐伯。第1球投げました、ボール、外れた、高めわずかに浮いたボール、投げました、シュート入った、ストライク。投げました、内角高め打ちました、ピッチャーの左に転がった、一塁アウト、ワンアウトです。打順は1番に帰って下園、ここまでヒットは1本、投げました、内角高めいっぱい、ストライク。第2球投げました、引っ張った、ファールボール。第3球投げた、あっと打った、三遊間へのゴロ、一塁へ送る、アウト。ここまで2安打の石川、まっすぐ見送ってストライク。投げた、ストレート打った、高須ボールを取る、一塁アウト。最後は内野ゴロに倒れました。7回の裏が終わりまして4対2ベイスターズ、ラッキーセブンの攻撃はゼロで終わりました。江尻降板、木塚今日4番手としてマウンドに上がります。これからイーグルスの攻撃に入ります。先ほどヒットを放っている中谷、スライダー決まってストライク、ワンストライクノーボール。第2球投げた、外角低めいっぱい、ストライク。木塚追い込んでいます。投げた、低めボール球打った、これもショートゴロだ、一塁へ、アウト、ワンアウト。現在首位打者の高須、今日4打席目。投げた、ストレートはボール、まずはインコース。第2球投げました、アウトコース低めいっぱい、ストライク。投げました、打った、ヒットになります。さあワンアウトからのランナーが出ました。バッターは代打ケンシ。第1球投げました、初球打った、ライナー二遊間抜ける。さあこれでワンアウトランナーは一塁二塁。ここでバッターボックスは聖澤、現在首位打者争いの3位につけています。低めストライク、まずは初球決めてきました。第2球投げました、カーブはストライク、真ん中へ、バッター追い込まれました。投げました、ボール、アウトコース低めわずかに外れた。第4球投げた、低めいっぱい、見逃し三振。ランナー2人置いて迎えるバッターは内村、これが5打席目になります。決まったストライク、投げた、外角低め、カーブ外れてボール。投げた、打ちました、切れていきます、ファール。投げた、ボール、カーブ外れました、2ストライク2ボールです。さあ投球5球目、あっと打った、アウト、ランナー1塁2塁残塁、
8回の表が終わって4対2イーグルス。この回の攻撃はゼロで終わっています。イーグルスピッチャー交代です。マウンドを降りまして小山、今日3番手としてマウンドに上がります。変わりましてベイスターズ、この回はクリーンナップからの攻撃になります。今日2本のヒットを放っている内川、打ったー、ヒット、今日元気のない村田、投げました、高めストライク、投げました、ストレート見送ってボール、わずかに外、投げました、直球決まってツーストライクワンボール、ストレートでグイグイ押してきます。あっと送球それた、一塁へ一つ牽制球を送りました。第4球投げました、打ちました、ライトへのフライだ、落下点に入った、掴みました、内川ハーフウェイから一塁に戻ります。これでワンアウト、ランナーは一塁変わりません。バッターは5番スレッジ。さあ1球目、内角低めいっぱいストライク、初球まずは入れてきました。第2球投げました、インコース低めストライク、バッター追い込まれました、投げました、あっと打った、ショートバウンドボールを掴んだ、2塁アウト1塁アウト、ダブルプレー成功。8回までが終了しまして4対2イーグルス、2点リードは変わりません。木塚降板、吉田今日5番手としてマウンドに上がります。ピッチャー木塚変わりまして、さあいよいよ9回に入ります。今日3安打猛打賞の草野、インサイドストライク、ワンストライク、投げた、打った、引っ張った、これはヒットになります。草野今日これで5打数の4安打。さあ1球目、落ちる球ボール、これはわずかに低いか、投げた、打った、ピッチャー抜かれた、センター前クリーンヒット、草野三塁を狙う、三塁はセーフ。今日3本のヒットを放っている中村、イーグルス追加点のチャンスを迎えています。初球引っ張った、レフトへのファールフライ、ファール、投げた、ストライク、アウトコース厳しいボール、ポンポンと追い込んできました。変化球ボール、アウトローへ。さあ4球目、フォークはボール、アウトコースへ、ツーツー平行カウント、投げた、引っ張った、サードライナー、これでワンアウト、ランナーは一塁三塁変わりません。さあ追加点のチャンスにバッター取りました、三塁ランナーのタッチアップはどうだ、バックホーム、セーフ、イングルスさらに1点追加。今日3安打猛打賞の中谷、さあ1球目すっぽ抜けボール、大きく外れました。第2球投げた、カーブ決まってストライク、ワンストライクワンボール、投げました、アウトサイド打ちました、ピッチャー抜けた、ヒット、中谷今日これで5打数の4安打、3塁タッチしてアウト、最後は3塁で刺されて攻撃を終えました。9回の表が終わって5対2イーグルス、1点を追加しています。イーグルスピッチャーを変えてきました小山、マウンドを降りまして森井を今日4人目のピッチャーとして登板です。9回の裏3点を追いかけますベイスターズの攻撃、この回のトップバッターはカスティーヨ、ここまでヒットがありません。投げました、空振り、ワンエンドワン、投球3球目、打った、一塁アウト、ワンアウトです。ここまで2安打の吉村、投げました、直球見送ってボール、さあ2球目、高め打った、ヒット、打球は右中間に転がっている、吉村2塁を狙う、森井を右中間へのツーベースヒットを打たれました。左バッターボックスは橋本、ここまでノーヒット、初球を打った、レフトへの浅いフライになった、これは面白いところに上がっているが、レフトからファーストへ、一塁はセーフ、吉村三塁です、トーク、森井を高めのボール打たれました。さあ1球目、初球から打ってった、ピッチャーゴロ、ゲッツーコースター、グラブトス、二塁アウト、一塁もアウト、ダブルプレー、試合終了、ベイスターズ敗れました。
ベイスターズ。これでイーグルスとの対戦成績を0勝4敗としています。今日のハイライトシーンです。本日のヒーローは中村。今日の試合を決定づける勝ち越しのホームランを放っています。横浜ベイスターズ対東北楽天ゴールデンイーグルス、実況堂前秀夫でお伝えいたしました。